皆様ようこそ。Welcome back. 武人館 Ninja Paul here. 今日はマジックについてちょっと話したいと思います。みんなは多分マジック、なんでマジック、武術にマジックと思ってるかもしれませんけど、マジックと、まあ、マジックという手品と武術は意外と深いなつながりがあります。忍法には欠かせないものは手品です。それで一つの見せたいと思います。塚田さん、はい、おはようございます。おはようございます今日は、ね、このカットこのボールでちょっと手順を見せます。まずはほら、それにも何もない、はい、OK ですか、はいはい、まあこれを見てもいいですし、はい、よろしいでしょうか、はい、カップとボールは。じゃあちょっと確認させてもらって、確認してください、はい、OK、 いいですか。ボールも、はい、ボールもカップも、はい、OK、 はい、で普通のマジシャン声入れてさ、声でボール取って自分のポケに入れるでしょ、はいはい、これ普通のマジシャンでしょ、はい、でもみんな多分こういうの分かんないんだよ。なんかやるの、うん、だから試しにやります、はい、OK ですか、はい、このボールを取って自分のポケに入れます、はい、OK ですか、はいはい、でどこにあるんですか、カップかボール、どっち。あ、そう、うん、よく分かりましたね、うん、ポケね意外とみんなカップって言うんですよ。あ、そうまだ何もやりません、はい、でこれ手順ですかね。まずね、このボールをカップで入れます。OK、はいはい、で、こうやって、これこ簡単にやりますね。OK、こうやってね、ボールを取って置きますね。はい。さあ、ボールはどこですか？見た感じでいいっすよね。見た感じです。こっちっすね。本当ですか？はい。本当ですか？はい。よく見て。はい。おぉすごくね。うん。いや、こっちだと思った。じゃあ普通にもう一回やりますね。もう一回やります。マジっすか。こうやってやるね。なるほど、はいはい、で、こう入れます、はい、はいはい。でもちゃんと持ってますよ。あ、ここね、ここからなんですね。こういうのがもうすでに騙されてるよ。ない。でも今度はこれ本当に入れますね、はいはい、さあ、どこですか。ここでしょ。当たり前でしょ、うん、でも見て。わかんない。マジっすか。びっくりしました。いや、初めてね、このマジック見た。これどうですか。見てなかった。いやー、全然わかんない。全然わかんない。全然わかんない。みんな見てるのわかると思うけどね、俺大失敗したよ。1回目は大失敗した。多分みんな見てるのね、1回ね、入れようとした瞬間にミスしたって、こうなってた一瞬。マジっす、うん、みかんがもろ出してた。すごくね。すごくね。すごくね。だけどうまくね、スカラさん、多分俺目がね、そう、スカラさんの目をコントロールしてた。それが忍法なんだよ。もう見えてるものが見えないのが忍法なんですよ。実はもうすごい面白い ね。今失敗したのも本当に良かった。でも本当に、いや、分かんなかった。これ出てたよ。これで出てたんですよ。でも急いでこうやってやったんですよ。でもまだ見えてないでしょ。見えてない。そうだから、忍法は人の目を騙すのが仕事なんですよ。なるほど。うん、分かんないよね。びっくりしたわ今。2つ出てくると思わないよね。こんな目の前なのに。こっちで驚いてる間に次の仕掛けが来てる。そう。で、それにまた驚いてる時に次の仕掛けが来てる。そう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 。これですよね。そう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 。いや、これね、気づかないっていうか、そう、仕掛けから来るんだよ。みんな武術で四角で言うんだけど、みんなこうやってやったりするね、はい、それいいんだけど、まだ、うん、こういうのもあるんです。違った四角が、そう、忍法の四角、相手の気をそらすっていう、そうです、うん、一つのまたやり方、そう、誘導してるっていう感じですよね。完全に鼻も舌もどっちでも使ってもいいし、あのマジシャン、じゃあ、つうことは順番、常に騙されてるっていうことですね。常に騙されてる、実中にはまってるってことですね。そうはあ。だからまあこうやってやるんですけどね、まあバラす必要もないけど、まあせっかくですから見せますね。まずこのカップにもトリックあります。まず2つのボールもあります。もうそっからなあ、これだったこれすらわからない。そう、このボールは出てこないボール。だからこうやってやって、俺ボール取ってって言っても絶対こっちにあるボールだと思うよ。でこうやって置くとボールが外れる。そういうこと ね。で、じゃあこのボールを自分のポケに入れるよって言った瞬間に、絶対ポケにいると思うじゃん。はい、で、俺この瞬間にはあんまりにも驚きで、こっちで見えない。こっちの手でみかんをグレ入れちゃう。
あのもちろんもっと俺より前の人はここで入れちゃう、絶対分かんないようにでこうやって置くね。でも、はあ、俺がこうやってやって失敗したらこうやってやったんださっき、うん、でおーっと見てなかった。俺どこ見てたんだろう。でもそう、どこ見てたんだろうね、分かんないんだよね。うん、全くオレンジ色、この色さえ分からなかった。しかもこのブラックとオレンジは結構目立つでしょう、うん、でもそれでもそれさえ見なかったでしょ。あまりに集中しすぎてたこっちのこの あの赤いボールに。これが忍法です。忍法の始まり、これ一番古い、これからなんですか。一番古い、ま、あの手順なんですけどね。カッペンボールっていうんだけどね、うん、まだまだあるんですけどね。繋がってるんですね。今度ちょっと忍術っぽい使い方を持ってますね。まずね、こういうジャケットが、まあ、ちょっと大きめなジャケットがあると便利なんですけどね、まあ、これ道着なんです。これ実は初見先生が昔ね見せてくれたんですよ。こういう風にこう説明するね。こうやって例えば目つぶしとかね、隠し武器を この辺に入れると相手が大体見えないね。あ、分かんないですね。まあ今これちょっと赤いんだけどね、忍者とかはねこれ黒く自分の服に、うん、と同じような、そう、合わせる色にしてここに入れて出ちゃう、うん、そして相手は分かんない。こうやって隠し武器がここにある、うん、あでこうやって話してもいいし、こういうふうに取って、うん、でこう、そっかそっかってこうやってね、でもう手にすでにこう持つじゃん、うん、ここから何があった場合パッていけるじゃん、うん、あの目つぶしね、うん、でこうやってあって、でまた隠したい時はここじゃなくてまたここ、うん、とかやって、うん、で今度はこっちに入ってますね、うん、でこうやってこうやって、すいませんって言ってここから取れるよね。今落としたけどね。でここから例えば、あ、すいませんって言って、わかんないですね。また手に、また手に入る。でこれ飲んでるあれには絶対わかんないよね。うんうん、ね、そしたら隠し武器は目の前にあるんだね。こういうふうにできる、ね。移動してるんですね。いろんなところをね。そう。移動させるよ。初見先生実はね、一回道場入ってきてね、稽古の前にね、で僕は結構遠いところに見てたんだね。でも先生の歩き方はちょっと変だったね。いつ もどんどんどんと入ってくるのに、あの日はこうやって入ってきた。ああ、皆さん、こんにちはとか、こんにちはって、こういうふうにやってたんです。うん、で、そう違う、いつもと違うなと思って、うん、ちょっと手がいつもよりもこう、自分のボディにこう、クロスだったね。何してんだろうなと思って、うん、遠くから見て先生がこうやってやったりして、人と話したり、うん、ああ、スペイン、ようこそって言って、あははは、え、これイギリスだっけとか言ったりして、で、こういうふうに、映したみんなの目の前で、誰も気づかなかった。何やってるか分かんないし。そうそう、うん、このグループ あの外国人の弟子が多いんで、うん、このグループの5人ぐらいと喋って、全員騙して、そこから次のグループ行って、全員騙して、遠くから見てたんですよ。でちょうど僕も、まあ、定時な、たまたまね、勉強してたんだ、その頃。で、見てたらね、先生、なんか、定時なやってんじゃないかなと思って、うん、で先生、ちらっと気づいた、俺が見てるの。で俺のとこに来て、あ、ポール見たでしょ、こうやってやってるの、あ、よかったね、これが忍者に欠かせない技なんですよ、手品。だから今からポールも手品を勉強した方がいいよって言われたんですよ。そこから僕はずっと手品を、いろんな手品、ステージマジックも大きなマジック、小さなマジック、メンタルマジック、そういういろいろあるんですよ。そういうのを勉強し始めたんですよ。わ、うん、かんないですもんね。わかんない。ほんでわかんないよね。特にこれが、ね、自分の、ね、服と同じ色、うん。手裏剣もそうだよ。手裏剣を同じ皮膚の色を塗ったりして、こうやって持てるよ。指みたいに。でもわかんないんですよ。さっきのがあるとやっぱりわかんないですよね。わかんない、うんうん。視点っていうか。うんうん、例えばこういう武器があったとした、らね、まあ、これ、まあ、手裏剣だろうな、これ手裏剣すごいです、手裏剣みたいなもんでね。でこうやって持つね。で例えばこれがこのぐらいの小さな目に作って、うん、これを皮膚と同じ色に作って、絶対分かんないと思うんだ。一体化しちゃってます手とね。そう手と一緒、絶対分かんない、こうやってもね、うん、そう、黒と逆に黒と黒でしたの、指、まあ、黒でもいいし、でもこれを指と同じ色をつけて自分の手に見えるように、うん、
分かるかな。いや多分分かんないと思う。絶対分かんない。そっからこうやって出して自然にやられちゃったら分かんないと思う。分かんないよね。だって同じように話の途中でこれをつける、ここでね、うん、なでまたこう手を持ってて、うん、でこれ手と同じ色でしたら、うん、絶対気づかん、うんね、で自然にやられたら分かんないでしょ。自然にやったら絶対分かんないよ。でこうやって自分のものをここら辺に持ってたらね、なおさらこう飲んだりして、はははは、でも いつの間にこうピャッてシャッて目に入るやん。こうやって分かんない、分かんないよ。そういう風に、まあ、忍者が人を騙したりしてたよ。マジックですよね、うん、さっきと同じですよね。そう、全く同じだ。